新拡大全3枚オープン戦ソフトバンク2から4巨人12日北九州また抑えた巨人 OL おひじり投手20が12日ソフトバンクとのオープン戦北九州の9回に4番手で登板1回を三者凡退に抑え勝利の方程式入りへ大きく前進したこれでキャンプから7度の実戦で29人を連続で封じておりパーフェクト投げも継続一軍登板なしの左腕だが宮本和知投手総合コーチ55は他の守護神候補と並べてそれぐらいの安定感がありますねと高く評価した北九州の地でまた大きく歩みを進めた高卒3年目の大江が2点リードの9回に抑えとして登板緊迫した状況で1回を三者凡退に抑えたすごく緊張しました2点差で勝っていてその状態で最後を締めることがなかったのでいい経験をさせてもらったなと思います若干20歳だが安定感に頼もしさすら感じる先頭の西田を夕日に打ち取る宮本投手総合コーチは花束を持っていこうかと思ったよと冗談交じりに明かしたまだ登板の少ない吉川晃が負け試合で9回裏がなく出番がなくなることを避けるためこの日は8回を予定そこで大江に同24日の日本ハム戦以来今年2度目の抑え役が巡ってきた宮本コーチはこういうこともありかなフック、三尾、大江も入り込んできたよねそれぐらいの安定感がある逆に怖いぐらいこの日合流した新助っ人クック前マリナーズや吉川晃が守護神を務める可能性が高いが大江も二投手と並び称されている全力を尽くしたことが生きている1月西武に移籍した内海の自主トレに同行過酷なランニングメニューを全部全力でやることを課され甘えを排除したインターバル走では休憩の時間により早く回復できるように試行錯誤連投などで辛くなってきた時にどうやったら回復するかを考えられるようになったそれが今に生きていますと宇都宮塾で得たものが安定した投球につながっている言われたところで戦力になれるよう頑張りますと大江間で一軍登板はなくすぐに抑えのエースという可能性は低いが勝利の方程式入りには間違いなく前進した赤尾勇気大江流星大江流星1999平成11年1月15日生まれ、20歳。神奈川県出身。5歳から東京ラビットで野球を始め、小3から父、博さんが監督を務めるイーグルス座間に所属。東京二松学舎大月高では1年夏、2年春に甲子園出場。2017年ドラフト6位で巨人に入団した。昨季は1軍登板機会はなく、2軍で18試合に登板し、3勝7敗、防御率 4.58。173センチ、82キロ。投げ左打ち。独身。560万円。背番号64。